おお、毛並みが美しくなっちゃう。さあやってまいりました、ペットスノーウィーさんの新商品。どんな商品かは教えてあげないよ。教えてほしい？仕方ないな。じゃあヒントね、いくよ。シュワー、バサ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 。いえ、鳥ではありません。もう一回いくよ。シュージュル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 フワ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 パサパサ。だから鳥じゃないって言ってんだよ。まあとりあえずさ、見てたらわかるからお楽しみだよ。ロゴがかわいいね。これは毛布かな。あ、カンガルーさんのようになれるやつだ。これは何かな。開けるとなんだろう、カステラかな、あれ、カステラじゃない。すごく水を吸収しそうなペーパータオルみたいだね。これはなんだろう、大きい綿棒さんだ。海外旅行に持ち運んだとしても使えるプラグ。モリモリモリコン。これはなんだ。あ、わかった、スライドホイッスルだ。それでは電源オン。ここで YouTube でも見れるのかな。これは今の時間か。大根をよくすりおろせそうだ。すごい、反対側にもすりおろし器がついてる。カップルですりおろしができるようになってるんだ。あれ、開けられないみたいだ。回転式みたいだね。なるほど、これは透明な扉だったんだ。お、何か楽しそうな実験だ。アプリでスタート。ちり紙が揺れてる。ファンの速度を2にした。お、さっきよりちり紙が揺れてるよ。次は3番に変えた。ちり紙が天窓に張り付いた。次は飛ばして5番だ。わ、天窓から飛び出る勢い。わあ、すごい、風が出てたんだ。お、次は温度を10にしたよ。この左のディスプレイは心電図？こっちはカウントダウンだ。あれ、スタッフさん何やってんの？あ、そうか、これからボーリングの球を投げるんだね。おいおいおい、嘘でしょ？銃でこの機械を撃とうとしてるよ。あ、なんだ、温度か。あ、スタッフさん今快適モードというのを押した。風がどんどん弱まっていったよ。さっきの突っ張り棒ちょっと入ってみようかな。よし、この柵を越えてった。さっきの風がよく抜けるように下は網網になってる。横も上も窓があるから意外と閉塞感がないんだな。じゃあスタッフさん閉じてみて。スイッチオン。おー、来た来た来た。すごい、風に覆われるようだ。パラレルパラレル、チャイちゃんと変われ。え、ちょっと待って、なにこれ、マイナスイオン感じる。もしかしてこれエアシャワーじゃないんですか？そうだ、シャンプーの後に毛を乾かすのはもちろん、シャンプーができない猫ちゃんでも花粉やホコリを毛の根元から吹き飛ばしてくれるエアシャワーだ。ああ。
来た来た来た、風がすごい、素肌に直接風が当たる、まるでレース中の F1 カーの上に全裸で乗ってるみたい。ピッ、あっという間、よいしょ、こんなのに入ってたんだ、まるでサロンね。ねえねえ、ちょっと触ってみて。どう、毛並みツヤツヤでしょ、今までの人生の中でも最高のコンディションかも。ほら、ずっと触りたくなるでしょ。タオルを引いて窓を全開に、これで完成、くつろぎ空間。悪くないかも。私を見てこう